3ヶ月かかりましたよ。あ、懐かしい香り。めちゃ嬉しい。はい、皆さんこんにちは。カチンチャンネルの勝谷です。久しぶりです。やっとです。やっと帰ってきました。うちの1号機が、うちのルビコがですね、やっと戻ってきました。こんな感じです。長かった。3ヶ月ですよ。3ヶ月。と、ね、3月の、ね、29日に預けて、で今日は6月の9日、6月の9日ですね。そう3ヶ月かかりまして、なんだかんだで、まあ、そんな感じでね、今日はめちゃめちゃ嬉しいので、ちょっとね、遠回りして、今撮ってきたんで、ちょっと遠回りして帰ってるところですけど、ね、まあ、そんな感じで、まあ、しょうもない動画ですけど、お願いします。帰ってきました。3ヶ月です。すごい磨いてくれてて、めちゃピカピカになっております。いやー、もう久しぶりの対面なので、すごくね、ここまで運転してくるのもね、ちょっとドキドキしたりして、なんかね、なんですか、いいですよね。ですね、ちょっとね、バンパーのところのね、傷が、これがね、ちょっと傷というかね、いずれどっかで直しちゃいなと思うんですけども、ちょっとウィークポイントはねありますけど、結構ね綺麗ですね。ホイールもなぜかピカピカに磨いてくれたのかなっていうぐらい、すごく綺麗になってます。ありがたいです。で、エンジンもね、結構奥の方までいろいろやってもらったんで、ウォーターラインとかね、オイル漏れとかもやってもらったんで、相当の分解してもらったと思うんですよね。このシャフトのブーツも破けてたりとか、ドライブシャフトのブーツも、ね、破けてたりとかしてたんで、なのでエンジンルームもかなり綺麗にしてもらっています。ありがたい。もちろんエンジンオイルもね、オイル類とか水とかね、
全部交換してもらって、でエアコンもね、ちょっと漏れてる可能性もあったんですけども、エアコンの修理がねすごい金額だったので、ちょっと今回は見送って様子見ということにして、ガスだけね入れてもらっていますということです。いやいいですね、綺麗、いい感じです。で室内もねすごく綺麗に掃除してもらって、窓もね僕いつも撮影用にねこんなのつけちゃってるんで、この吸盤の跡がね残っちゃってたんですけど、それももうすごく綺麗にしてもらって、もちろんねこの辺も多分分解してこう開けたんでね、この分解してもらったんでこう開けていろいろやってもらったんで、タイミングベルトとかも交換してもらったんで、かなりね室内もすごく綺麗にしてくれててめちゃいいですね。さすがですね、さすがです。ただ3ヶ月は長かったありがたいです。はい、いいですね。そうすごく久々だよ、ね、じゃあよかったです、よかったです。ちょっとね、今日はこれ YouTube のもう帰ってきてあまりにも嬉しいのでちょっと公園にね、秋ヶ瀬公園っていうところにね来てますけど、そうここもね平日だとねガラガラでいいんですけど、やっぱ土日はね混んじゃうからちょっとダメなのかなーなと思いつつ、またちょっと今月はいろいろと、イベントも結構あって忙しいので、まあ来月あたりですね、まあ、梅雨明けてからかな、なんかツーリングとか行けたらなーなんて思っております。その時にぜひねお近くの方は参加してもらいたいな、もう春菜さんあたりにね、土曜日かなんかに春菜さんあたりに行こうかななんて思ってるので、ぜひ参加できる方は参加していただけると嬉しいです、うん、こんな感じです。いやめちゃ嬉しい、もうただ単に、あそこのねこれも交換しまったんですよ、このアブソーバーっていうかねショックね、はい、そうエンジンルームに上半身入れてると食われそうだったのでそうあれも交換してもらいました。あとはトランクの方のね、ダンパーも交換してもらいましたまあそういうのも多分自分で買って交換したらねもっと安いんだろうけど、ただまあせっかくなんでね、いろいろ全部お願いした感じです。いやこんなに綺麗にしてくれるんだなっていうのがねちょっとびっくりですね、まあ、あとはブレーキ泣きがめちゃめちゃすごいので、おばあちゃんの自転車ぐらいすごいものすごいでかい音がするので、それが恥ずかしいので、うん、それをあと自分でね直そうと思っております。いやこんな感じです、久々に嬉しい。あと気になるところがね一箇所あるんですよね、さっきの後ろの傷もそうなんですけど、ライトのね中のあれなくなってる、あこれこれこれ映ってないかな、ここねなんかね内側赤い塗装じゃないですか、なんかねぷっくりしてるんですよね、内側ぷくっと塗装がなんか膨らんでるっつうか、そう空気入ってそうなんだよな、割れそう、塗装が割れて剥げそうな感じになってんだよねこの内側で、これライト割れないじゃないですか、なの でこのライトがねまたバカみたいに高いのでどうしたもんかなって感じですよね。 そんなのもいずれはなんかしたいなと、あと車高もねちょっと高いのでこれね車高高いじゃないですか、これもなんとかしたいなぁなんて思っています。やっぱねこれエンジン調子いいですよ、かけるときとかなんかね前よりもスムーズにかかる気がするんだよ なんかセルがスムーズに回ってかかり出しがスムーズな気がするんですよね。
気のせいじゃないな、やっぱエンジンの調子がいいな。でね、かけるときが全然違いますね、前と。なんかね、アイドリングが静かになった感じですね。すごい静か。これだったら全然大丈夫かも。家の前でもアイドリングできるかもしれないぐらいな静か。これいいです。いいですわ。なんかさ、すごい静か。何でしょうこれ、何が変わったんだろう。ほら、すごい静かなんですよね。エンジンのかかりがツンってかかるし、アイドリングがめっちゃ静かなんですよね。これはいいかも。まあバルブ開ければね、それなりなんですけど、静かだったっけなっていう感じです。
動画ですが、はい、もう嬉しすぎて満足です。ちょっとね、また一回帰って